はい皆さん、こんにちは。コーチングサービスのハレルを応援している中塚悠也です。こんにちは。w e b 3 h a c k a プラットフォーム、あきんどを開発している金城です。Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり、ゆるく深掘りする番組です。本日は、ワールドコインとは、オープン AI のサム・アルトロマン氏によるもう一つのプロジェクトについてお,お,お話ししていきたいなと思います。はい 今日はですねワールドコインです、ねはい、はい、話すんですけれども、はい、イースグローバルも参加していきましてもうこのビルダーとして、まあ、ハッカーとして参加したんですけれどもその前後にももういろんなサイドイベントをアキンドとして企画していてもめちゃくちゃくたくたというかもう人生で一番忙しかったんじゃないかなっていうと <laughs> こ,こなんですけど、まあ、優秀なメンバーあのこの前ちょっと急遽ねあの現地からの あの,あの配信もしたと思うんですけど、まあ、サイモンさん含め、優秀なメンバーのおかげで、なんとか、ちょっとは落ち着いてから、また今週末にあのウェブ3エンタメハッカソン、テレ朝さんの主催のやつもあるんですけれども、ちょっといつグローバル。うんうん、いやー、よかったですよ、うんうん、中塚さん。んはい、いやー、なんか、すごい熱量が、やばいっす、ね、なんかあの、前回のポッドキャストの委員、ね、長さんがこうこうライブで配信してくれてたやつはいの熱量は、なんか高かったっすね、はい、やっぱ感じますよね、ビデオポッドキャストやってみたんですけど。 テンションはなんかすごい高かったですね声、うん、のトーンがなんかいつもよりかはいやそうっすね、うん、あ暑かったそうっすね、はい、だからあれが金曜日であの後土日もずっとやっていたんですけれども、うん、やっぱりまあ本当に規模感だったりとか、うん、そんな熱量にちょっと圧倒されてもうすごいワクワクしましたし、うん、でやっぱりもうレベルも皆さん高くても本当に1 0 1,000名以上のハッカーが参加されていて、うん、で4割が日本人で、うん、もう外国人の方が割合が多い1070とかなのかな具体的に1500っていう数字とかもあったんですけどでその中の3割が、うんあのー、クリプトンの初心者の人たちみたいなような方々だったりとか、うんはい、6割以上が外国の方々っていう方々、うん、でも関係者含めると1500名以上の方がもう本当に3日間虎ノ門ヒルズフォーラムにこもってもうビルドをがっつりしていた。 みたいななようなところですねめちゃくちゃいいイベントでしたもう本当になんだろう強よのハッカーたち日本人も知り合いもめちゃくちゃたくさんいてもうすごいなんだろうあのー、久々に会った話も面白かったですしもう海外のプロジェクトとも,も特になんだろう政府とかスーパーフルードとかすごい仲良くなったような、うん、UMA とか仲良くなったプロトコルの方々もいますし本当にめちゃくちゃ世界なんだろうな繋がりが増えた最強のイベントだったなって感じてますね。 なるほど新一郎さんにとって、まあ、いろんないいことあったあったと思うんですけどこれは熱かったな一番熱かったなっていうのってありますいやでもやっぱり、あのー、優秀な2人あのケのイチさんと雪村さんという方に一緒に。 あの開発も3日したんですけれどもちょっと今回あのこれからアキンドとしても作っていきたいこのプロトコルの開発をちょっとこのハッカソンをきっかけにちょっと作ろうと思ってちょっと今回あの開発したんですけどやっぱそこの土台というかこれアキンドとして今後やっていきたいそのプロトコルのなんだろうアーキテクチャというかフレームみたいなところをやっぱりしっかり詰めれた。 みたいなところは、あのー、すごい良かったかなと思ってます。やっぱ二人が優秀でしっかり、あのー、なんだでしょうね。そこの仕組みっていったところはある程度固められた。みたいなところはめちゃくちゃ良かったです。だから今回正直あの、プライズ狙いにっていうよりかは、まあ、近藤として今後、ちょっと展開していきたいところを、うん、 まああのユーマとかプッシュとか,なんかスーパーフルードとか,なんかいろんなプロトコルをちょっとつなぎながら作れるかどうかみたいなところのちょっと実験も兼ねてみたいなところでちょっとそういったところにあのサポートいただいた2人にはめちゃくちゃ感謝してますしやっぱそういったところのなんか01みたいなところの土台が作れたっていったところはめちゃくちゃ良かったですね。であとはやっぱり僕たちもハッカソンの,あのツールを開発してますのでハッカソンを主催してくれるような海外のプロジェクトの方々と あのめちゃくちゃゃくなながれたみたたみいなところは非常にかかったかなとうもう本当にここでつながりというか風呂敷を広げまくったのでもうあとはもう回収していきながらしっかりクロージングしていきながらアキンドを活用してもらうっていうようなところとかですかね。 あとはこのースグローバルの中だけではなくてその外のサイドイベントでコネクストとかタイコとかあとは BNB チェーンとかのデベロッパーミートアップみたいなところをホストさせていただいたんですけれどもやっぱりそこでの何て言うんでしょうねあのイベントの もちろん、アキンドも活用してもらうアイデアソンみたいなことをやったんですけれども、そのアキンドを活用してもらった上で、かつ熱量の高いオフラインでのコミュニティーミートアップをやっていくみたいなオペレーションの最適化みたいなところも,も、サイモンさんを中心に価値パターンみたいなのは見出すことができたので、これはちょっと横展開していって、海外プロジェクトがデベロッパーコミュニティを国内で作っていく。日本に限らずなんですけれども、オフラインでやっていく際の、なんていうんでしょう、パターンみたいなところは結構作れたのかなっていうのは、すごい良かったなと思ってますね。 うん、もう本当に英語のイベントがもうデフォになりつつあるというか結構企画させてもらったのは当たり前ですけど全部英語ですし基本、ね、4月8日9日にやったビルダーズセッションもそうですけれども結構イベントは今回やったまだ、ね、テレ朝さんのも残ってるんですけどグローバルなイベントを展開できたみたいな実績だったりとかそれがもうデフォにできるみたいなところはすごいちょっとジャンプできた。 タイミングなのかなと思ってますね。もう英語ですね。英語できないとダメですね。もう参加者も,もうほとんどに外国人なので、もう英語のハードル、<ん>英語できないとマジで機械損失えぐいなっていうのはめちゃくちゃ感じますね、本当に。うん、ああ、でも前のポッドキャストでは、なんか外人の人と、まあ、ちょっとなんか、ちょっと話してたそうなんですよ。その前のミートアップで一緒になんだろう参加してくれた方々も隣にいて、ちょっとコミュニケーションとかはノリでしてたんですけど。そうですね いやーまあ英語英語は大事っていやーマジでマジで,うで、ね、もうンも当にねあの知り合いのエンジニアのやつらもみんないけでもう技術も優秀じゃなくても英語もみんなペラペラなんで結構あの小林慶雄さんにいろんな方も紹介していただいてつないでもらって話すんですけどやっぱ差しではなかなか僕もできないので英語できる方をちょっと見つけてちょっと今からこのあのアイディア VC の人と会うからとかパラッ あのパリティの人と会うからちょっと一緒に来てよみたいな感じでやるとか<ー>それこそ、うん、あの s u のファウンダー CEO のエヴァンさんともサシでお茶させてもらったりとかしてなんかいろいろな本当につながりが作れたいい。 まあねちょっとプライズもちろん出るからには狙いたかったですけれどももうユウマのプールプライズというか、まあ、ちょっとちょろっとした賞しかちょっと取れなかったのは非常に悔しいしちょっと何て言うんでしょうねあの申し訳なさもあるなっていうところではあるんですけれども、まあ、非常にいい経験だったもう本当に締め切りが朝の9時なんですけれども本当にもう59分40秒ぐらいサブミットしてもう本当ギリギリのギリギリでしたねでもチームメンバーも1時間も寝てない、うん そ,れこそ一睡もしてない人もいますし、久々にこの徹夜したこの感覚、うん、このヒリヒリ具合、久々に感じましたね。あ、これも間に合わないなみたいな感じのやばさみたいなの、感じましたね。うん、いやまあ、ちょっとした青春はあったんじゃないか。そうですね、いやマ、マジでマジで。青春は感じましたね、久々に、新機能を作る前の徹夜の感じとか、ままあうん、昔も、ね、スタートアップイケンンとかもよく出てたんですけど、うん、なんかあの感覚というか。うん まあこれがハッカソンのいいとこですよね。俺の青春をこの3日間に感じるっていう、ね間いいね。間違いないですよね。ありがたりな生活、ね、に刺激を与えてくれるっていうか。あれはマジで、ちょっと参加できなかったかっちょっと申し訳ないですけど、うん、あれはマジでいい、最強にいいイベントでした。一体感をすごい、うん、世界中のビルダーたちと一体感を感じられるようなイベントなので。 で、また、あのー、審査の時も英語でプレゼンテーションしなきゃいけないので、もう僕も英語が全然ですし、もう徹夜明けで頭全然回ってなくて、うん、もうそこら辺もめっちゃグダガダでしたけどね、もう本当にそれこそ、なんだろうな、プッシュプロトコルとかも使ったんですけど、最後の10 30分ぐらいで無理やり詰め込んだような感じで、プレゼン資料にもそのプッシュのロゴとかも何も載せてなくて、それでプレゼンしたので、なんかめっちゃ気まずかったりとかしたりもしたりしつ,つ、つ、うんうん、そうっす,すかね。なるほど。 まあ、イースト・ト今回のやつか、イース・グローバルが結構大規模なハッカソンって感じですかそうですね、世界中で、もう本当にこの1000人規模の、うん、でもグローバルの中でも非常に最大規模のプライズの金額だったり、参加者みたいだったですね、うん、東京でやるの初めてなので、やっぱりこの観光制限も解除されて、東京に観光に来たいっていうような海外の方、めちゃくちゃ多くて、このタイミングで来ようみたいな、観光、半ば観光も目的として来てる人たちがめっちゃ多かったみたいですね、今回。うーん これは頻度的に1年に1回的な感じですかいや、もう,もう,もう全然数か月に1回、世界中のどっかしら、<あ>今度はリスボンでやる予定みたいですけれども。おおいいですね、頻度が多いのは、またなんこ,うこれをね、うねこう熱量して、また参加するっていうのは。 それこそ今週末はまた金曜からはあのイース台北・タイペイこれはイース・グローバルブランドではなくて何だろうもう現地の有志たちでやるようなあのグローバルブランドがつかないのは現地の人たちが勝手にやるものなんですけれども、まあ、それもイース・タイペイも今週末になって今度はもう台湾行くよみたいなような <laughs> ハッカーの方々も。 何名かいましたしもう本当にね、うん、この世界中のハッカソンに参加してプライズ稼いでるようなもう強強なハッカーたちもめっちゃいてす,すげえなみたいな思いましたねやっぱり入賞しているようなあ,あ,あとすごかったですよ最後のファイナルプライズも11プロジェクトが登壇するんですけれどもそのうち4組5組ぐらいが日本人のチームだったり日本人がいるようなところだったりとかして。うん やっぱり、ね、技術の高さを感じましたしそれこそ僕が4月8日9日にやったあのイスグローバル東京ビルダーズセッションのプレゼンで入賞をした方があのそのファイナリストにも残ってたりとかもしていてイスグローバルーこ,のこの本体のおーみたいなすげーって思いながら。 うん、悔しさももえながら見てましたね、うん、いやですすごいですよもう本当にそのねプレゼンも見ていたらもうすぐ後ろにはアンドリーゼン・ホロイィッツのパートナーのジェーンさんとかもいたりとかもう本当にもうずっとオンラインで見ているスターニーさんだったりとかあのアーベのですね、うん、もう本当に有名な方今日話すワールドコインの,あのミゲルさんだったりとか本当に著名なもういつも見ているような方がすぐそこら辺にいてやべえみたいな感じでしたね。 いろんな宮口彩さんとかともさんとか EGF のデザイナーの方とかもなんかいろいろ仲良くなりましたし本当にいいデ会いがめちゃくちゃありましなるほど。数々のッカソンが開かれなかたアキンドにもどんどん徹されていく感じですか そうですね。はい。もう、あきんどでもハッカソンをやっていこうという形で、ちょっとコミュニケーションをどんどんやっていこうと思うので、ちょっとこれからですかね、ちょっとなかなかリモートハッカソンになるので、単体のは難しいとは思うんですけれども、って感じですかね。で、あと、ちょっとめちゃくちゃあの、スワッグをもらったので、あの、受け取ってきたので、例えば、なんだろう、もう本当にいろいろなメタマスクから、それこそ今日話すワールドコインから、あのー、例えばなんだろうな。 もう本当に T シャツをですね、もう本当に10枚ぐらいもらってきたので、なんかもう僕あっても着れないので、なんかこの w e b 3 f m 聞いてくれてるリスナーの方に、ちょっとプレゼントしようと思うので、<laughs> はい、なんか欲しい方いましたら、<laughs> ツイッターでこの、このエピソードをハッシュタグ w e b 3 f m つけて、スワッグくれみたいな感じでツイートしてくれたら3名の方ぐらいにね、あのー、ちょっと僕の方から選定させていただいて、DM で、ちょっとスワッグのいくつか詰め合わせ、 ぜひちょっと Twitter で写真の方もンげていただけるとそうですねいやめっちゃもらいました、はい、めっちゃもらいましたアービーぐらいかなへーへーアービーがパジャマみたいなの出しててそこがちょっともらえめちゃくちゃ人気でそこだけもらえなかったんですけどそれ以外のはめっちゃもらってきましたもうめちゃくちゃ T シャツだったりステッカーだったりグッズがめっちゃあって今家の中にどうしようかなと思ってて BNB とかも<は>コネクストとかもあるんでよかったらはい すごい。はい。はい。そんな感じですかね。じゃあ、はい、皆さん、あのー、聞き方は、シの方よろしくお願いします。<laughs> はい。もうね、古典的なちょっとプレゼントキャンペーンでちょっと申し訳ないですけれども。はい,の、ね、い,いでも初な,ん初なんでね。シュレッ初キャンペーン <laughs> シ。シレッシレッ聞いてる人に対しての、<laughs> はい、この熱量少しでもね。ブス b ー m のものじゃない <laughs> うまたね <laughs>。そうですね。<laughs> ちょっとこう今回のイベントの入ものなんで、はい、ぜひ皆様も参加していただければなと思います。はいあのー、レターパックとかで元払いでちょっと送らせていただくので、はい、ちょっと DM させてください,はい,、はい。はい、よろしくお願いします。ではでは、本題の方いきますかね。そうですね、ワールドコインとは、はい。ワールドコインとは,ントは、このハッカソンでいこう、ね、熱はなんかあったっぽい。 そうなんですよ。てしちょっとや、はい。このワールドコイン、あの、もう簡単に言うと、自分の目、交際をですね、目の交際をスキャンして、自分の ID を作ることのできるような、あの、プロトコル、サービスで、この機械、オーブって言うんですけど、丸い自分の顔をスキャンする機械がないと、そのアカウントを作れないんですよね。で、それが初めて、おそらく初めてだと思うんですけど、東京というか日本にその機械がやってきて、そのハッカソンの会場のブースがあるんですけれども、そのワールドコインのブースで、その交際をスキャン、 できてアカウントが作れるようなことがやっていてですね。で、僕ももちろんスキャンしてアカウントを作ったんですけれども、このワールドコインがですね、実はあのね、もう話題のオープン a i ま、皆さんも当たり前ご存知のチャット GPT の OpenAI のファウンダー、CEO であるサム・アルトマンさんがやっている共同創業者の一人でもあるプロジェクトでもあってですね。ちょっとこのワールドコインがですね、もうちょっとやっぱりめちゃくちゃこのこれからの AI 時代に対しても必須のちょっとプロトコルというか仕組み。なぜサム・アルトマンみたいな人がこの AI やりつつ、このクリプトのプロジェクトの OpenAI をやってるのか。みたいなようなところをちょっとお話しできればなぁのは。 思っておりますごいですね。はい。なんか、うん、ごめんなさい。ちょっと、あの、AI と Web3 って、この、うん、なんかこう、絡み合うのかなみたいなこと、なんか、うんうん、もっなんか、あったんですけど、結構敵対、敵体じゃないですけど、なんかこう、うん、自分たちの技術だ、みたいな感じで、うん、ブロックチェーンなんか AI のかみたいな、こう結構こう、分かれていくのかなと思って。はいはいはい。 うんうんうん。そこが混こじり合ってるっていう感じなんですね。そうですね。いや、なんていうかそうですね。AI がこれから AI 時代になっていく時代において、課題になってくるようなところを、このワールドコインの仕組み、完全にあの証明された人間性の証明、うん、プルーフォーブパーソン、パーソナルフッドみたいなところが POP っていうところがコンセプトなんですけれども、人間性の証明された技術によって AI 時代の課題がちゃんと解決できるよね。 っていうようよなコンセプトですね確かにおっしゃる通り言うとおり中央集権的ななんか AI の技術だったりとかちょっと分散的になんかあの何、ー、て言うんでしょうワークしていくようなちょっとクリプトちょっとあの近いようでちょっと離れてる部分も感じるところもあるとは思うんですけれどもこれに関しても結論から言うともう AI によって生成 じゃあ、そういった状況でもう人間と AI の区別がこれから分からなくなってきて、で、誰があのその価値を出しているのか、誰によってそのコンテンツが生成されているのか、誰にその収益、AI が作り出した収益っていうのは分配されればいいのか、みたいなところが分からなくなってくる際にちゃんと人間と AI の区別をして、ちゃんと人間にその価値だったり利益っていったところが還元 されていくような世界が必要だよね。って言ったところで、ちゃんと人間性を証明するためのツール ai と人間を分けるためのツールとして、まあこのワールドコインがあの作られているって言ったような背景がありますね。まあなので、このサムアルトマンさんはもう ai がこれから世の中をもっともっと価値を増大していくっていうところが見えていて、じゃあそうなった時にしっかり人間性を担保するのって、ai と人間の区別。もう今ってオンライン上に生成されるコンテンツって ai が作ってるのか、人間が作ってるのかって区別がもうつか。 レベルになってるわけですよもう今までだったらチャットでなんか質問して帰ってきたらこれロボットだなとかこれは完全になんかあのボットで生成されてるようなコンテンツだなって今まではもう見てすぐ分かってたのでそんなの必要なかったんですけれどももう今だいぶ AI が進化してきてこれが人間なのか嫌なのか区別がつかないわけでそれをちゃんと人間って区別をさせるためのプロトコルっていったところがあのこのワールドコインのコンセプトですね主なコンセプトですね。 すごいですね。なんかこう、ツイッターとかでも、クリエイターの皆さんは、まあ、AI 使わないみたいな、なんかこう話とか、もうなって、だ、うん、から自分たちの技術でやるみたいな、うん、もうまさに職人のこ,うこだわるとこだわるみたいなお話があった。やっぱ証明されるか、まあ、これ受け取りってはね、それがどっちなのか分かんないっていうのは、全然課題に上がるだろうなって思ったら、まさしく、これをもう、解決しようとしてる人たちがいるっていう。 そう,ね、そうなんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。まあ、だから、ここでちょっと、まあ、ここのワールドコインの、なんていうんでしょうね、テキストというか、ウェブページに書いてあることで言うと、まあ、世界経済はみんなのものである、みたいなことを書いていて、まあ、ワールドコインは、まあ、公共事業として、まあ、世界最大のアイデンティティと、まあ、金融ネットワークを構築して、まあ、すべての人に所有権を与えていきます、みたいなプロジェクトをですね、まあ、国や経歴に関係なくて、まあ、世界経済の普遍的なアクセスを実現して、 まあ地球上すべての人を歓迎し利益をもたらす、まあ、経済の未来へ、あの、移行を加速させていくだったりとか、あとは他にはなんか書いてあるキーワードで言うと、まあ、ワールドコインはワールド ID と呼ばれるオープンでパーミッションレスのアイデンティティープロトコルを提供していますと。でまあ、個人はゼロ知識証明を介して、まあ、匿名性を担保しながらオンラインで自分の人間性を検証できるようになる。みたいな。で、これによって、まあ、AI 資金によるこの非、 国家的な普遍的基本書とか、まあ、つまりユニバーサルベーシックインカムですね。で、それをちゃんと受け取れるようなグローバルへの分配。まあ、AI によってお金が、あの、経済活動がなされた時に、このグローバルなベーシックインカムを受け取り手として、まあ、ちゃんと人間性っていうのが証明されている必要があるよね。みたいなようなところを解決していくようなところですね。で、なのでこれはもう、そのオーブっていう機械とスマホがないとアカウントが登録できなくて、 もうそのオーブっていうもので交際をもう1兆分の 1, 1ぐらいの確率でしか誤差がないみたいで一番指紋だったりとかこの顔認証だったり DNA だったりなんか他の生体認証に比べてあの誤差が少なくてかつ手軽にそのなんだろう認証ができるみたいなようなところで今このオーブっていうものを世界中にばらまいてですねアカウント作って 生成を今していいるみたいなプロジェクトですね特にアフリカ方面にめちゃくちゃ配ってるみたいで、やっぱりそういう今まで金融機関にアクセスができなかったような人たち、パスポートだったり、ID だったり、バンキングアカウントだったりがないような人たちから、まずはやっていこうというところで、もアフリカのそういう、なんだろ、事業者にオーブを配って、で、そのオーブを村の人たちに全部、あのー、交際取ってこいみたいな感じにして、で、交際をみんなスキャンして、それで交際をスキャンしたアカウントを作れたら、 これ25ワールドコイントークンがもらえるんですね。交際を作るだけで。まあ、毎週あのクレームしなきゃいけないんですけれども、それ10回やったら2.5ワールドコインずつもらえて、まあ、10回やったら25、最大25ワールドコイントークンがクレームできるんですけど、まあ、本当に交際を捧げるだけで、そのお金がもらえるというか、トークンがもらえるみたいなようなところのインセンティブで、今、に 今僕もこのアカウントに全部リアルタイムで数字が出るんですけれども、今僕の方で見ていると、このワールドコインのこちらですかね、ちょっと画面見えるかと、ちょっと YouTube の人は画面が見えるかと思うんですけれども、このワールドコインのアカウント、これウォレットアカウントになっていて、ここであのドルだったり暗号通貨だったりといったところをあのデポジットできるようなものになっているんですけど、このワールドコインのアカウントは今155万8340、今41になりましたね。 なるんですけどでも160、155万ぐらいのユーザーが今これを交際をスキャンして、このワールドコインのアカウントを持っているっていうような計算になってますね。まあ、残り、もう本当に、あのー、9000億9099万、まあまあ、残りまだまだトークンは配りますよみたいな感じになっていて、で28国、7大陸で、プラネット1って書いても、このプラネットって面白い。カバレッジ 1>, 1惑星7大陸28カ国みたいな感じのことが書いてありますね。うん、だから28カ国で今このワールドコインのアカウントユーザーがいますよみたいなようなことが書いてますね。うんうん、まあなのでここで何て言うんでしょうあのアカウントを作った人に対して人間性が証明されているアカウントに対しを使って もうなんだあらゆるサービスの,そのログインみたいなのができるようになる世界観だったり、それいったログインしたユーザーによるコンテンツだったりとか、コミュニケーションだったりとか、っていったところはもうちゃんと交際をスキャンした100%人間であるっていったところが保証されているようなコミュニケーションができるみたいなものですね。うん、言ってしまえば、今までのツイッターログインとか、フェイスブックログイン、グーグルログイン、SNS 認証とかってあったじゃないですか、顔認証とかもそうですけど、そういったものを全部このワールドコインに。 置き換えるようなプロジェクトと言っても過言ではないのかなというところですかね。他のってもやっぱりなんていうんでしょう、脆弱性がめちゃくちゃやっぱりあるんですよ。あのスパムロボ,ロボットで作れたりだったりとか、うん、あのー、なんていうんでしょう。 なんてううね、そのハッキングされたりだったりとかオンラインアカウントとかもね,ねハックされてねディスコードの取られたとかツイッターの取られたとかあったりするわけで,、うん、でかつ KYC 公式 ID の検証、まあ、免許証とかを提出して証明するようなやつって多ったらそもそも免許証ない人もいるよねだったりとか、うん、でソーシャルグラフ分析で例えば何人目とつながっていたら人間って言えるよねって言ったのもあるんですけどやっぱそういったところもなんかボットによってハックされたりだったりとか。うんうん なんかいろいろ、あと信頼のウェブみたいな感じでな、例えば僕も b r i g イ t i d っていう ID のやつ作ったんですけど、例えばみんなで一緒に Zoom に入って、その Zoom に入って、その、なんだろう、オペレーターみたいな人に、私は本物の人間ですよ、ほら、このアカウント、さっき作ったアカウント、僕の手元にありますよ、みたいな感じで、複数名の人との同じ空間、同じ時間を共有して、ちゃんとこの人人間だね、ボットじゃないね、みたいなところを認証してやるような。 あの、トラストウェブみたいなようなちょっと概念のものがあったりするんですけど、プルフォーブヒューマニティとか、ブライトウェブだったりとかもあるんですけど、やっぱそういったところも、やっぱりあの、何て言うんでしょうね、この、例えばディープフェイクだったりとか、いろいろ、あの、AI のところとかで、その本人じゃなくてもそういったところもされるみたいなのも、結構脆弱性もあるよね、みたいなところで、まあ今一番このバイオメトリクス、交際を使った、 印象っていうのがまあ一番適してるだろうみたいなところでこのワールドウェアは交際を使った人間性の証明みたいなところをやってるっていうところかなというところですかね、うんうん、いやだからもうみんなね交際を捧げようみたいな感じでこうなん, <laughs> なんか何だっけ?「進撃の巨人」の何かのキーワード進撃の巨人そうなんですよそれがミームみたいになっていて交際を捧げろになってるんですね いやそ,その通りですね。だからもう、なんだろ AI が発達した、発展した、これからの時代において、まあ、人間性、人間になることを証明するシステムを、まあ、独自の生体認証デバイスと、まあ、このブロックチェーン技術、なんか L2 を使ってるみたいですけれども、ポリゴンなのか、ちょっと、オプテミズか、あれですけど、なんかそこにはちょっと書いてないんですけど、まあ、あと、ワールドコインっていう仮想通貨ですね、まあ、そういった仮想通貨を、あのー、アカウントを作った人たちに配布していきながら、新しい、 その金融へのアクセスみたいなところをブロックチェーンの技術を使っていきながらなんか AI に対するそのなんだろうなカウンターというか AI に支配されないための,そのなんだろう事前準備みたいなようなところかなと思ってますね。もう本当にアンドリーセン・ホロウィッツとかコインベースとかから2年ぐらい前のタイミングでもう30億円近くの資金調達もしていたりとかしていて。うん で、このタイミングで、あのね、チャット GPT しかり AI がすごいもうメガトレンドになってるじゃないですか。うん、で、うん、そういった背景もあって、ワールドコインがあの本格始動し始めた。みたいなような形ですね。うん、SDK も提供し始めて、だから今回のハッカソンでも、ワールドコイン SDK の個人認証の SDK ですね。うん、それを使ったところに、プライズとかは出してましたし、結構前 一回このイースグローバルとかで結構スポンサーしまくってるんですよね。やっぱりこのオープンワールド ID を使った形の認証システムをどうなんかハックするか、ハックしてくれるかみたいなところでやっぱデベロッパーを結構この調達したお金をばらまきながら、まだ正直150万ユーザーしかいないので、まだまだな感じではあるんですけれども、なんか提供していってるみたいなプロ,ダクプロジェクトが、うん、ちょっと個人的にはちょっといろんなプロジェクト、 あの見ている中でちょっと刺さってるというか、面白いなと思って見てますね、ワールドコイン。なんか本当、なんか AI に対する課題感意識がめちゃくちゃ高そうもう課題意識を取り組んでるんだみたいな。うんうん。早いですね。時代が早いな。そうですよね、もうだからもうサマールトマンもうね、そこまでを見越しながら。 もう2019年とか18年とかぐらいから立ち上がってるプロジェクトだったりするんですけれどもすごいですよねちゃんと AI だけでゴリゴリやっていくんじゃなくてその守りのプロジェクトもしっかりなんかやっているってところは面白いなというところがありますねやっぱりもうねもう本当にチューリングテストっていうね人間なのかロボットなのかっていうのを判断するようなものがあるんですけどもそれはもう完全にパスされていますしさっき言ったようにディープフェイクを使用したりとか音声だったりとかも全部。 であのー、模倣できるじゃないですか AI の技術によって。でこの人が本当に人間なのかこのめちゃくちゃ有名な YouTuber いるけど実は全部機械だったみたいなところもバーチャルヒューマンとかもあるわけでもう本当にうん、うん、でこういったところにね例えばですけれどもなんだろうこのベーシックインカム的なノリでお金とかが流れていってまたそのトークンを使う。 お金を使っていきながらまた発達していってみたいな形で。まあわかんないです。その AI 自体を人間として見なすこともまあいいんじゃねみたいなところもありますし、何を人間って見なすかは別にそれぞれの自由、まあちょっと哲学的、倫理的な問題にはなるんですけれども、なんからね、そのものとか何かしらにね、人間性を与えてね、それを拝めるみたいな、あがめるみたいなのは昔からあるので、まあ、AI をそういう人間性をなんてうんでしょう、持たせてね、 コミュニケーションしていくっていうようなやり方も,もちろんありだとは思うんですけれども、うん、一方でちゃんとあの報われるべき人に報われるというか、うん、ちゃんと本質的な人間に対してちゃんとリワードリターンが来るっていうようなところにちょっと重きを置いてるっていうようなプロジェクトなのかなと思います。あとはやっぱりもう一つの先ほどの2、あのー、つあるうちの1つで今話したのはこのワールドコインの。 必要性みたいななようなところもう一つはやっぱりシビル攻撃に対する保護みたいなところです。シビル攻撃っていうのは一人でめちゃくちゃアカウントをたくさん作って、あのー、なんだろう、自分に都合のいいような投票をしまくるみたいなようなものですね。シビルアタックみたいなものなんです。やっぱりなんかそのガバナンスみたいなところ、暗号ダオとかでいうと、1トークン、あのー、1投票みたいな感じとかにもなっていて、もうトークンをめちゃくちゃ持ってる人が、 なんかそのガバナンスに対して有利投票に対して有利みたいな感じだったりしてもうそんなのってボットとか使ったらもういくらでもなんかトークン作れたりとかある程度あのお金に余裕がある人が影響があったりとかしてやっぱりそのクリプトってあれじゃないですか偽名経済っても言われてるんだけど一ォレット一人格みたいな感じになっちゃってたりもするので一人でね別にウォレットってなん制限なく作れちゃったりもしますのでやっぱりそういったところでのちょっとガバナンスの問題みたいなところをこの あのワールドコインとかはやっぱり解決しようとしてるのかなってのはありますねんかそういう,うな、うん、あなプロジェクトがやっぱりプライズも今回イースグローバルで取ってましたね。何だろう政府っていう複数人でお財布を管理するようなコントラクトォレットがあるんですけれどもそれもこの一緒に管理する人が本当に人間なのかどうか。 っって言ったのを、まあ、ワールドコインの認証を通してから初めて政府が使えるみたいな、うん、なんか AI プロテクターみたいなような <laughs> 感じのプロジェクトも、うん、あのプライズちゃんとしたプライズを得てましたしそうですね、うん、っていうのはあったかなあとはワールドコインのなんか ENS ワールドコイン版の ENS なんか例えばその金城ワールドコイン .com、うん、みたいなようなドメインを持って自分の なんてんでしょう、その個人アドレスみたいなものをですね。うん、例えば、ENS ってたいくつでも取れるじゃないですか。僕、イルシンドットイースみたいな持ってますし、うん、中塚さんも取ったんでしたっけね、うん、中塚さどっトイース、はい。中塚サドっトイースを取るしはい。あれって別に一人で複数取れるわけですよ、何個も何個も。うん、まあ、ですけれども、うん、ワールドコインにもそんなの一個としてあるべきだよね、みたいな感じで、それが多分、なんかワールドコインプライズの一番の賞を取ってましたね、今回のイースグローバルでは。う まあまあまあなのでこういったスパムフィルターだったりうん、うん、あとはその評判システムですねまあんだろうあの評判システムっていうのはこの無担保融資というか伝統的な金融システムのアクセスがない人々に対して何か利益をもたらすこの人は本当にんだろう ちゃんとした人なのかみたいなところを、まあ、ちゃんとあのこのワールドコインで人間性を証明することによってその人がポットじゃないかどうかみたいなところを担保できるだったり、まあ、あとガバナンスだったり、まあ、あとこの認証だったりとかでハッキングの被害とかもめちゃくちゃあるわけでデータ侵害とかで3億人以上の人が被害にあったみたいなデータもあるわけで、まあ、そういった認証だったりとか、まあ、希少なリソースの構成の配分みたいな補助金とか社会福祉とか、まあ、そういった ベーシックインカムとかに通じるところですけれども、やっぱりそういう不正に取得する人たちがいるわけじゃないですかね。コロナ禍の、その補助金の、ね、あの、なんだろうな、事業、いくつも事業を作って、それで取得するとかもあったりすると思うんですけど、まあそういったところはある程度、なんだろう、あの一個人として認証することで、人間性の証明みたいなところは必要になってくるだろう、みたいなところがありますね。うんうん、はい。で、今回の、あの、なんていうんでしょう、ちょっと、 中身はこのサム・アルトマンがあのこのワールドコインについてちょっと言及したブログ記事があって違うのワールドコインの公式で出しているような記事があってちょっとそこの部分を紹介したりもしてるんですけどちょっともう少しお伝えしていたさせてもらうとそうですね人間性の証明の必要条件とはみたいなようなところがあって、うん。 でまあ、例えばですけど、まあ、クリプトなるで、もボット自体も一つの価値として見立てようみたいな概念もあるのかなと思っていて、まあ、ボットはだ悪ではなくて、逆にんだろう、エコシステムを発展させるためのポジティブな要因だよねって言ったところは、めちゃくちゃ僕も賛成ですしで、ビットコインとか見てもそうであるべきだと思ってるんですけれども、うん、まあ一方で、さっき言った補助金だったりとか、グローバルなエアドロップだったりとか、なんかベーシックインカムとか、なんかそういうなんか効率的なユースケースでは、複数のまあ登録を防止するために、単一で高度に セキュアでなんか包括的なメカニズムも必要だよねみたいなようなところでまあこの,あのワールドコインでは立ち上がってるんですけれどもまあそこの必要な条件としてまあプライバシーがしっかり担保されてるかとかで自己主権性があるかどうかまあユーザーは常に自分のアカウントやデータやおよび共有方法をなんか制御する必要がまあちゃんとそこには必要だよねっていうところだったりあとは詐欺の体制ですねまあなん,なんて言うんでしょう うん、まあやっぱ先ほどの一人で複数のなんだろうアカウントを作れて、あのー、あったかもなんだろう多数派の意見っていうようには詐欺を働くよねとか受け取るためにいくつのウォレットを作って受け取るエアドロップとかも、ね、いろんなアカウントからそのコネクトをしておけばコネクトしたっていう履歴でそのウォレットに対してエアドロップがされたりもするので、まあ、ではなくてやっぱり一個人に対してされるべきだよねみたいなところでやっぱそういったちょっとあのー なんろう不正を働こうとする人をちゃんと排除できるよねっていうようなところだったりとかあとはまあ包括性と拡張性みたいなところがあって、うん、まあそれは国籍とか人種とか性別に関係なく、まあ、この目っていうその交際のデータっていったところをまあ取ることによって、まあ、誰でもまんべんなく、あのー、その ID が作れるよう、ね、にかつそれって時とともに変わっていくものではないので、まあ、ちゃんとそれを一生のデータとして。 いろんなものに活用で、きる拡張性もあるよね、みたいなところですかね。であとこれもなんか特殊な技術、なんかアイリスハッシュみたいな感じで言われてるみたいですけど、もうそのデータっていうのをハッシュ化して暗号として置いておくので、まあなんかその個人情報をワールドコインが持つものではないみたいなようなことは言われてるのかなっていうところだったりとか、あとはやっぱりこれも分散的に管理されてるみたいなところなので、まあ一つの組織がこの自分の交際データを管理してるってわけではなくて、 この、なんて言うんでしょう、あの、ワールドコインっていう、なんか財団がありつつ、なんか分散的に、なんかブロックチェーン上で管理されてるみたいなようなところを、やっぱりしっかりやってるみたいですね。ちょっとそこら辺はまだまだ情報そんな出てないんですけれども、まあ、出資も受けてるんで1の、一つのエンティティでやってるって感じではあるんですけど、まあ、ここから分散的に管理していくような仕組みになっていくんじゃないのかな、みたいなところは取れるかな。うん、はい。ちょっとね、 このオーブ、丸い機械、ちょっと中塚さんも試してほしいですね。面白い体験でしたよ。いや、なんか交際って変わんないんですかね。なんかそ,そこが初めて知りましたね。うんうん。変わんないみたいですね。なんか漫画とかでもありじゃないですか。闇落ちしたらもう、なんか目が真っ黒になっちゃって、もう、交際がもうなくなっちゃう感じじゃないですか。<laughs> いやいやいや、それは漫画ですからね。あ、<laughs> そうですね。漫画ですからね。らねはい。 なんか交際が変わらないっていうのは初めて知らここない、うん、もう本当に指紋とかだったらあのすり減ったりとか、なんか自分で変えたりとかもできたりするみたいですし、うん、顔もそうですし、DNA はやっぱりなんか取得するのに時間かかったりとか、あのーね、それをちゃんと、うんなんだろう、結果を出すのにすごい時間だったらお金もかかるよねみたいなところだったりするので、うん、すごい、交際、うん。 それでも分かるような感じだったみたいですよなんかもう思うまくってるからその交際みたいなところなんででその機械とスマホと自分の目をですねもう3つ連動させてだからもうこの機械とスマホがなんかもう結構連携してかつ SNS 認証もしてみたいなような形でその交際情報のデータっていったところをこのスマホにもちゃんと、うん、あのー、インプットしてで一旦はもうこの最初の取得だけはこの機械がオーブっていう機械が必要であとはもう 基本的にはもうスマホのスキャンだったりとか、スマホの ID ログインでああいろんなサービスのログインができるみたいな感じですね。これも本当にこれうまくいけば来、来来年はさすがにあれですけど、まあ、2年後、3年後はもうあらゆるクリプトのプロジェクトに限らずいろんなサービスのログインみたいなところが、もしかしたらワールドコインログインになっているっていう可能性はなんか全然あります回 ちょっとこう自分の中ですげえなって思ってますけ理解もできるし、すごいすごいなっていう感じです。うん、しかも、AI に対するカウントパンチもすごい理解できますし、うん、すごくいいですね。そうですよね、そうですよね。うん、これは、まだね、あのぶっちゃけ大変なんですよ。あの機会がないとあのー、アカウント登録できないので、うんうん、めちゃくちゃ一気に広がるってわけではないんで、じわじわとではありますけれども。 やっぱりそこもででしょう1週間に1回クレームするんでするよねだから毎回ね立ち上げてちゃんとその継続的にそのアプリを開いているかみたいなっていうところもなんか人間性があるかどうかみたいな証明してますしで今ウォレットにもなっていてまだ日本で使えないんですけれどもまあそこであのあかんあのクリプトだったりとか。 講座の管理とかもででできてみたいいな感じでやっぱり面白いですね僕やっぱ面白いなと思うのはやっぱりアフリカとかを中心に攻めてるみたいなところはやっぱり面白いなと思いますね結構いろんな記事があるんですけどうもうアフリカのその代理店みたいなところにオーブを送りまくってそのオーブをその村に置いてもうみんなにスキャンさせまくってるで,でもそのやり方に結構批判があるみたいでもうなんかお金やっぱり金融にアクセスができなかったりとか次のやっぱりクリプトの 恩恵を受けるような人たちだったりとかうん、うん、AI の恩恵を受けるような人たちみたいなところがやっぱりまだまだその新興国みたいなところっていったところはにんでるっていうところあるみたいですね。やっぱりこの金融へのアクセスをもう少しもっと容易にしたい、まあ、この前のゴールドフィンクみたいな話とは近いと思うんですけれどもそこから中心にやってるみたいですね。 <laughs> だからあれなんですよもう本当にお金を配ってその個人情報を取ってるみたいなようなやり方だからその代理店も何名の交際取ったらいくらあげるよみたいなようなあの契約になってるみたいでんからそこら辺のやり方っていうのがすごい批判を浴びてたというかもうお金で <laughs>。 そのね、集めてるみたたいな感じのもありましたねだからもうみんな分からずに何にかなんだか分かんないけどとりあえずまあお金もらえるんだったらトークンもらえるんだったらなんだろう交際影響しておこうかってちゃんとそこのこれは何なのかって承認を得ないままとりあえずなんだろう <laughs> あのデ,ータ取り、ま、データ取りまくってるというかアカウント作りまくってるみたいな批判は結構あったみたいですねあるみたいですね今もうん,うんなるほどまあ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 あまあね 何をよしとんか。<laughs> そうですね。はい、アレックス・ブラニアっていう人が代表で、この人も若い、若い代表、あの CEO だったりとかして、うん、そうですね。まあ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 、面白いのかなと。うん,う,んうん。うううんんんはい。 こんな感じかなどうですなんかちょっと話変わりますけど、チャット GPT がね、これからもっともっと浸透していくような時代に向けたものですけど、うん、活用してますかちょっと全然そこの AI がな,ないでまだ3、3ぐらいですかね。チャット GPT3、3.5五使ってるけど、あのもうそろそろちょっとフォームを使いたいなと思って、いろいろ課金しようかなと思ってる感じですかどういうところに使ってます仕事でだと。あ、普通になんかテキスト作成とかするときに、なんかこういい意味、うん 聞いたりとか、例えばまあ短く仕事とかでもまあ見出しを作って、うん、この見出しの説明してくださいって言ったら出て、うん、バーってなんか書いてくれたりとか、まあ逆もこういう文章の見出し考えてくださいって言ったら少し考えてなんかまあそうそういう感じでなかったでしょうかね。うん、なるんですね、なるんでね、なるんで、ね、いやーそうですよね。これもやっぱりこれポッドキャストとかでも。 やっぱり AI についての話とか何すればいいかみたいなやっぱいろいろ出てきますね。AI の倫理についてとか、うんうん、AI の将来についてとか。僕も正直も全然使いこなせてないんで、なんかもっといい使い方したいなと思いつつ。うん、3.5とかまだまだちょっと、ネ合性は、なんかよよいいときもあれば、あれみたいなときもあるっで、4がどんだけなのかっていうのはちょっと見てみたいなとは <laughs> <laughs> はいそんな感じですかねそうですね何か言い残したこと的なところで言うと何か面白かったのがちょっと最後の一つこの何<い>て言えばいいんだろう,うんこのデジタルアイデンティティブロックみたいなような概念とかもあってそれがまあなんかやっぱり一番の基盤デジタル アイデンティティの中一番の基盤みたいなところが、やっぱり人間かどうかっていうのと、それがユニークなものかどうか、個人であるかどうかみたいなところ。で、その次の上のレイヤーが、なんて言うんでしょうね、この、この ID の正当な所有者かどうかみたいなところ、なんか、なんだろうな、自分で自分をその人間でありかつユニークなものを証明できましたと、じゃあそれをコントロールできるのはあなたですかどうですかみたいな。あなたが言うあなた自身ですかみたいなところで、なんかその ID ってのは、 の所有者はあななたたでですすかかどううっって言ったような証明ですねこれが一番下のブロックがプルーフ・オブ・パーソン・フッドでその上がデジタル・オースティケーション、まあ、デ,ジデジタル認証みたいなところこれはあなたの所有物ですかみたいなところでその上にあのデジタル・アイデンティティ検証デジタル・アイデンティティ・ベリファイケーションですねこれはあなたは誰ですかみたいなようなところの問いだからその3つのレイヤー によって、そのアイデンティティブロックみたいな感じで言われてるみたいですね。人間、ユニークな人間なのかどうか。そのユニークな人間であるっていう、そのアカウントの ID は、あなたがちゃんと所有できてるかどうか。で、その上が、で、あなた誰なんですかっていうところ。で、この一番下と二番目のところを、このワールドコインではちゃんとあの証明できるというか、検証ができる。 みたいなようなツールみたいですね。だからその上に対して、その人間性が証明されたものに対して、しっかりなんか、あのー、価値をつけていくようなアプリケーションっていったのが、まあ、これからどんどん増えていくんだろうなというところが、まあ、今日のまとめとかですかね。はい。この AI のところは、やっぱりハッカソンもめちゃくちゃ行われているというところで、実は、ちょっと AI クリプトハッカソンみたいなところを、あのー、IVS さんと一緒に企画してたりもしますので、めちゃくちゃちょっとこれを。 大きくちょっと展開しようかなと思うので、こちらのアナウンスも楽しみにしていただければなというところですかね。うん、はい。もうマイクロソフトさんからのサポートとかも得たりもしているので、ちょっとこれから、はい、アナウンスもしていくので、ちょっと楽しみにしておいていただければなというところです。ありがとうございます。じゃあちょっと AI が真っすぐにえて Web3 の価値もどんどんちょっと上がってくるんじゃないかという,こう。ですね、ここす所有権というところの、はいはい、概念がやっぱり。ね 昔から言ってるようにクリプトのブロックチェーンの面白いところなので、うん、そのやっぱりあのデジタルデータだったりデジタルの価値の所有権といったところをしっかり AI とあの切り分けていきながら、うん、その、なんだろう、生み出された AI から生み出された価値の所有ってどこにあるんだっけみたいなところはちゃんとブロックチェーン上に刻まれていく。みたいなところはしっかりなんか連携できるようなところなのかなってのも思いますよね。 ははい。い。どこですかね。今日ははじゃこのい。今回はすごくはい良かった、良かったですけど、いつもいっぱいしいですけども、はいは、あの、大きな AI の部分もある中でのお話だったので、はいあのはい、理解はということがはできました。ありがとうございました。そう、お手元だったんですけど、これはね、ちょっとワールドコインだったり、オープン AI 群れがっているところのこのタイミングで話しておきたいなと思ったので、はいプレゼンツキャンペーンもぜひ参加していただきたいと思います。 ワールドコインのやつはあるんですか ?T シャツあるんで、はい、ちょっともしかしたらそこも入ってるかもしれないです。<あ>ちょっと僕も欲しいんで <laughs> あのあの。プレゼントの中に含めるかどうか分かんないですけど。はい。<laughs> そうですね。な入けあのなったいいでまあそ、そこはね、じゃあ、皆さん、次、ちょっとリスボンであるところに参加していただいて、ね、はい。ね、あの、獲得していただければなと思います。はい。では、今回はこんなところで、というところで、今回お拝聴いただきありがとうございました。 今回のお話もですね、ポッドキャストのかに YouTube でもお覧いただけますので、ぜひ、いただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。